こんにちは、ヒロジーです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。車は今雨の南小国町を黒川温泉の宿に向け走っています。今日の運転は途中からパートナーが行い、私は隣でナビを務めています。雨でなければ新緑の綺麗な田舎町あちらこちら寄りながらやってきたのですが、今日は昼前からの雨で途中食事に寄っただけでここまでやってきました。黒川温泉のバス停まで来ました。この先の角を左折すればそこはもう黒川温泉街です。雨の中傘を差して歩いている人たちがいます。黒川温泉は宿に泊まる人たちばかりではなく、入湯手形を持って各旅館の露天湯を訪ね歩いている人たちが多くいますので、その人たちかもしれませんね。左下に見え隠れしているのは夢林道さんです。黒川温泉は昔は名もない寂れた温泉地でした。しかし昭和60年代に各宿の露天風呂に立ち寄れる入湯手形が発案され、一躍温泉好きの間で人気となり、マスコミにも取り上げられて全国的に有名な温泉地となりました。右側は旅館西村さんでしたね。正面に見えてきたのは黒川温泉としては規模の大きな旅館、湯郷の響き龍斎さんで、天文台も備えているようです。右側にお宿のし湯さんが見えてきました。のし湯はお客様にのしをつけて温泉を献上するという思いでつけられた名前だそうです。黒川温泉旅館組合の観光案内所、風の矢があるふれあい広場です。各宿で入湯手形を買うことができますが、ここでも買うことができます。右は和風旅館みさとさんです。阿蘇の食の発信基地イートラボ BR です。赤牛や馬刺し、新鮮野菜、加工食品などを販売しています。駐在所前の黒川温泉第二駐車場です。駐車場前の細い坂道を下っていくと黒川温泉のメインストリートになります。ただ先は一方通行の狭い道なので歩いていく方が無難です。中心部からは少し離れますが第三駐車場です。この先に第四第5駐車場もあります。私たちの目的の宿はこの駐車場からもかなり離れた高台にあります。この先の宿は3軒商店などはありません。右の坂を登って行きます。ここでまた右へ行きます。目的の宿大野湯です。先へ進んで駐車場に行きます。到着しました。
宿の方が傘を持ってお出迎えです。ありがとうございます。玄関先では3人のスタッフがお出迎え。フロントで宿泊者名簿に記入し、3回のワクチン接種証明をスマホで提示し、案内されて部屋に向かいます。ここ河野湯さんは客室数9室のこじんまりとした和風のお宿で、黒川温泉老舗のお宿ふもと旅館の別館にあたります。部屋の種類はちょっとハイクラスの和洋室が3室、スタンダードの長屋様式のメゾネットタイプの部屋が5室、離れのメゾネットタイプが1室で、それぞれに専用の露天風呂がついています。今回の私たちの部屋、山格子です。部屋に案内されると、まずいちごのムースが出され、お茶を入れながら館内の説明や食事時間の案内、そして貸切湯の予約調整もしてくれ、とにかく説明に不足はありません。この丁寧さ、おもてなしの第一歩ということでしょうか。お茶を飲んで一息ついたところで、1階玄関からルームツアースタートです。正面の扉を開け、中に入ります。広いフローリング張りの洋間に、マッサージチェア、等の長椅子、テレビなどが置かれ、リラクゼーションルームといったところです。フェイスタオル、バスタオルの置かれた棚の横は、内湯への入り口です。そうなんです。このタイプの部屋には、内湯と露天湯の両方がついているのです。洗面台の脇は、トイレです。女性に嬉しいスキンケアセットです。こちらのフェイスタオル4枚は、宿泊の記念にぜひお持ち帰りくださいと勧められました。内湯に入ります。小さな部屋ですが、洗い場も兼ねています。浴槽は足を伸ばして1階の広さですが、寒い冬には内湯はありがたいですね。2種類のシャンプーセットが置かれています。内湯から直接露天湯に出れます。部屋付きの露天湯としてはかなり広い露天湯です。雨も上がり、ウグイスが鳴いています。源泉温度は60度 C、そのまま掛け流しです。湯量が調節され、適温を保っているようですが、表面が熱くなっているときは、よく混ぜてからお入りくださいとのことでした。スマホのライトを自動にしておいたため、
湯気が映り込み、画面が見づらくてごめんなさい。湯上がりにマッサージを受けながらテレビを見れるなんて最高ですね。玄関のもう一つのドアから2階に上がります。少し急な階段で何回も上り下りはしたくないけれど、衰え始めた足腰の鍛錬にはなります。和室10畳の客室です。広縁に出てみます。かわいいアンティーク調の化粧台、そして空気清浄機。反対側にはクローゼットがあり、その下に小型の冷蔵庫。中のものは有料で、自己申告制。備え付けの書類に記載し、フロントで精算します。クローゼットには、室内着と浴衣。浴衣は、サイズ違いが3着準備されています。夕食前のひとときを露天湯でまったり過ごします。小鳥のさえずりが響き渡る中での入浴は、過ぎゆく時間も忘れがちになります。夕食時間までもうしばらくありますし、雨も上がったので共同露天湯を見に行こうと思います。玄関前の足湯です。これから行く露天湯は、日帰り入浴の方が入湯手形で入ることのできる露天湯で、森の湯という名が付けられています。夕食時間が迫っているためか、入浴者はいないようなので入ってみます。客室数から考えると広い脱衣室です。立ち寄り湯に対応しているためでしょうね。時間がないので露天湯は覗くだけにします。階段を何段か降りる低い場所に露天湯が作られています。これは思っていたより広い露天湯です。差し掛けの奥に立ち湯への道が見えますが、服を着たままではいけないので改めて来ようと思います。洗い場は小屋の中に作られています。ここで食事時間がやってきました。食事どころへ向かいます。玄関先の通路でパートナーが私を待っていました。
少し時間が過ぎてしまったようです。食事どころはフロントの前になるのですが、そこに行く前ちょっと寄り道。玄関を入ってすぐ、右手の廊下を行くと、和洋室の客室エリアを通り、貸切露天湯に行くことができます。食事はこちらの野遊びという食事どころで、2階にあります。まずはベリー酒で乾杯。個室状に区切られた部屋の食卓には、先付けと前菜が準備されています。食事が始まると、最初に馬刺しが配膳されます。こちらのお宿では、料理は食事のスピードに合わせ、係の方が、一品ずつ運んでこられ、料理の説明をしてくださいます。最近の宿では、珍しくなった旧字対応ですね。私は晩酌はしませんが、パートナーは、焼酎ロックです。アマダイのお吸い物、とても優しい味でした。一品食べ終わると、空いた器が下げられ、新しい料理が運ばれてきます。茶碗蒸しのフカヒレあんかけ。ヤマメの化粧焼き。レモンを絞っていただきます。まずは頭を外して、口の中へ。続いてお腹をがぶり、皮の香ばしさが口の中に広がります。メインの熊本和牛のしゃぶしゃぶ。改善しながら、タレや薬味について説明してくださいます。四角い小皿の19種類のハーブ酒ですね。どちらかをつけてお食べになってください。ですね、お塩の隣のごまとですね、真ん中の緑の小皿はですね、ポン酢の薬味2名様分です。お好みで使われてください。あとはハーブですね。ご飯は、白ご飯と山菜ご飯が選択でき、私たちは、山菜ご飯でお願いしました。汁は、なめこの赤だし。
自家製のお漬物が配られ、主食の配膳が終わります。係の方が挨拶をして退出されると、はしたない私は早速ご飯の中身を確認です。たけのこご飯でした。もみじおろしと刻みネギをポン酢に加えます。大きな肉を1枚取って湯にくぐらせます。肉がほんのり白くなったら食べ頃です。口の中でとろけてしまうような柔らかな美味しい肉でした。添え野菜は椎茸、えのき、水菜、白菜、丸く固めてあるのは春雨かな。最後に残しておいた肉、名残の一枚です。味わいながらいただきます。デザートが運ばれてきました。ジャージー牛乳のバニラアイス、スイカ、オレンジ、メロン、杏仁豆腐と盛りだくさん。飲み物は香り高いほうじ茶。皮も飾り切りされて彩りを添えています。どれをとっても美味しい料理でした。ごちそうさまでした。食事の間に部屋には布団は敷かれています。貸し切りを21時で予約しているので1時間ほどテレビを見て過ごします。部屋に内湯や露天湯がついているのにわざわざ貸し切り湯と思われるでしょうが、いろいろなお風呂を楽しんでみたいのが温泉好きたる人のゆえん。貸し切り露天湯に行くにはフロントの前を通り別エリアの廊下を通って行きます。
こちらには平屋の客室が3棟あり、それぞれが和室にベッドルームを備えた和洋室で、もちろん露天湯がついています。そして一番奥に貸し切り露天湯があります。脱衣室にはタオル類は備えられており、部屋から持ってくる必要はありません。露天の入り口を開けると、賑やかなカエルの合唱が耳に飛び込んできます。湯気が邪魔をして、露天湯の様子が見がたいので、別撮りした写真を載せます。カエルの歌声を聞きながら、貸し切り時間50分、目いっぱい楽しみます。泉質はナトリウム、カルシウム、炭酸水素塩、硫酸塩、塩化物温泉と長くなりますが、肌に優しい低調性、中性高温泉です。突出口からかけ流されている温泉は透明のように見えますが、湯船では少し濁りがあります。これは温泉に含まれる鉄分などが空気中の酸素に触れ変化するためで、時間により色が変わることもあるといいます。眼下の田の原川沿いの家々の明かり、カエルの合唱、そして温泉のぬくもり、今夜もぐっすり眠れそうです。おはようございます。昨日とは打って変わって、日の光がまぶしい、すがすがしい朝です。目覚めの朝風呂の後、宿の敷地内を散歩しています。喫煙場所と自販機、これは立ち寄り湯のお客さんのために設けられているのかな。この階段状の坂を下っていくと、宿のフロントに行けます。この足湯は、立ち寄り湯の湯上がり待合所にもなっているようです。差し込む日の光で、若葉の色が一段と鮮やかに見えますね。間もなく朝食の時間です。部屋に戻り、揃って出かけましょう。朝食は、昨夜と同じ食事処です。テーブルには、6種の惣菜と、山芋とろろ、漬物が配膳されています。こちらは朴葉味噌です。いただきます。朴葉味噌は、広げてから温めてお召し上がりください。とのことでしたので、広げています。
食べ始めてしばらくすると、カワマスの塩焼き、だし巻き卵、自家製湯豆腐などが運ばれてきます。この朴葉味噌も白飯によく合い、食が進みます。彼女もこの朴葉味噌は美味しいと絶賛でした。カワマス、臭みがなく、身がホクホクで、朝食の定番、塩鮭に劣りません。彼女は美味しい朴葉味噌を残すまいと、箸で丁寧に取っています。白飯も美味しく、おかわりしました。自家製の湯豆腐。プリンのような感触ですが、和風だしで優しい美味しさでした。いちごが入った青汁スムージー。青汁の材料は聞き逃しましたが、とても美味しかったです。今朝も何一つ余すことなく完食です。最後にお茶をいただきます。ごちそうさまでした。チェックアウトの10時まで、部屋でゆっくり過ごしたいと思います。久しぶりの黒川温泉での宿泊。初めてのお宿でしたが、おもてなしの心いっぱいのお宿でした。皆様も機会がありましたら、ぜひ利用されてみてください。さて、今回の宿泊代金ですが、2人で37,400円、部屋、温泉、食事、どれをとってもお値段以上の価値ある宿泊でした。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございます。次回の動画では、今回紹介しきれなかった共同露天湯、森の湯と日本一深い立ち湯についてご紹介したいと思います。それでは、お元気で。さようなら。